事故ってる事故ってる。旅行してた、聞いてはいた。いいじゃん、楽しんでる。やっほーん、気にせず。星様投げてくれてたのは知ってた。気にせず旅行してて。いいな、新婚旅行。猫耳さんこんばんは。見て今の部屋の状況、机が反対になってます。もう帰ってきたの？早くない？もう帰ってきたの？早すぎない？せっかくの旅行、何泊？一泊？早いね、日帰り旅行みたいな。こんな旅行中までありがとね、さすがすぎる。旅行中までありがとうございます。どこ行ってきたの？火曜から2泊3日だった。おお、いいね、いいね、2泊3日。私も2泊3日の旅行行きたいな。旅行先で配信すればいいかね、旅行先で1枠2枠配信すれば全然いいよね。ちょこちょこ仕事したからね、富士急行ってきた。えらいね、たくちゃんバリバリ仕事、キャリアウーマンじゃないけどお仕事マンやん、働きマン。今時の子は働きマンなんて知らないか。ナジピョン久々やん、プチありがとう。富士急とか私が行けないところやん、私が行っても何もできないテーマパーク富士急。てっちゃんこんばんは。神のみさんこんばんは。明日友達来るからさ、いや綺麗にしてたんだけど、お化け屋敷では無双できそう。本当にね、お化け屋敷は大丈夫だと思う。全然なんか本物の人間がおだかしてるから絶対に触ってきはしないらしいじゃん。おどかすだけみたいな。いやでもほら、スキピともし一緒に行くとしたら怖がるよ。いや怖いって言う、ちゃんと。スキピとかカレピとか旦那ピとかともし行く機会があれば、キャーンとかやるよ。じゃん、やるやる、怖いよっつってやるやる、バチバチ。やっぱ可愛いとこ見せないとね、やっぱスキピには可愛いとこ見せないとでしょ。好きになっても、こいつ可愛いみたいな、こいつお化け嫌いなのか、かわいいみたいな、やっぱそう思われたいじゃん。アピールする場所でもあるよね、正直言ったら。あ、ダジピョンファンレベルアップありがとう。だってやっぱアピールする場になるんじゃないの、ああいうところって。女の子がかわいさを、違うんかな。やっぱさ、お化けに怖がってる女の子かわいいじゃん。
もう自分よりも怖がってる男の子ちょっと可愛いと思っちゃうかも私。逆にね、逆に自分よりも怖がってる男の子を見たらキュンと可愛いって思っちゃうかも。なんか怖がってる、怖がん、なんかなんだっけなんて言うんだろう、逆になんか母性をくすぐる。彼氏の方がビビリで女の子を盾にしてたカップルもいたけど、いやだからそれ可愛くない？逆に可愛い。それお互いビビリだったらだって絶対進まんもんねお互いビビリだとお前が行けよって、あれあんたが行ってよ先に、お前が行けよってなるじゃん入り口から何も進まなそう、はよ行けよとか思っちゃいそう私。新喜劇みたいになるかも、いそうじゃない、どうぞどうぞ、いやお前が行けよって、いやおなんでさっき男なんだから先行ってよとか言って、俺ビビリって分かってんじゃん、先行けよとかさ、ああ微笑ましい、すごく微笑ましいね。レディーファースト、そういうところだけレディーファーストの男すげえやだわ、そういうところだけレディーファーストの男いるのすげえやだわ。いいな、お化け屋敷デートしてみたい。お前んちお化け屋敷、もうお化け屋敷みたいなところに住んでますからね私も。最近さ、私のドッペルゲンガーがカンパーってね、男の子嫌いでもおばあちゃんのおはぎはとっても好きっていうからね、いっぱい食べなつかとしこんばんはてっちゃんは怖がりじゃなさそうだから前進んでくれそう。てっちゃんはなんか脅かしそう、一緒に歩いててうわっとか言って脅かしそうなタイプに見える。先走って行くとかさ、わざと。ドッペルゲンガーが最近、私のドッペルゲンガーが新潟県内に出没してるんだってさ。だってさ、その親友ちゃんにさ、親友ちゃんにね連絡が来て、今丸々駅にいたって言われて、その時私寝て起きてたんですよ、家にいたんですよ。いないよ、起きたばっかだよ。そうだよねとか言って、そっくりな人がいて、ユリアちゃんかと思って連絡したとか言って、そんなにそっくりみたいな、親友が言うなら多分そっくり、洗濯機ちゃんが言うならそっくりなんだと思うけど。そしたら今度兄から兄に連絡したのね、 CD 買ってって言って兄に CD 買ってって連絡していいよって言ってて、 OK みたいな感じで言ってたら、そういえばどこどこのセブンイレブンにお前にそっくりなやついたぞって言われて、お前かと思ったみたいな、ユリアかと思ったわって言われて、
この前それあれ親友ちゃんにも言われたんだけどと思って、最近出没してるらしいよって兄に言っといた。私のドッペルゲンガーが兄も見たんだってそれ二人の目撃情報があるんですよ。うん、全然地元より遠くにいて、しかもその日家にいたのね、どっちも。その連絡が来た日、親友から連絡来た日も家にいたし、兄もそういえばさっきお前にそっくりなやつがいたぞみたいな感じで、 お前なんかどこどこのセブンにいたぞって言われたけど、その時もその時も私その時マネージャーといたからね、マネージャーと一緒に どこ行ってたんだろう、全然違うとこ行ってたから、あれいよね。なんかいるらしい、私のそっくりさんが。でもさ、なんか私のそっくりさんがね NGT 劇場で働いてるっていうのはよく聞いてたけど、NGT 劇場のバイトさんが私にそっくりな人がいるみたい、誰かが言ってた。影武者雇ってないよ。あのね、お化け屋敷で揉めたことがあるのよって。お化け屋敷で揉めたことあるの？お化け屋敷で私がもう卒業した後の話やから私は知らないんだけど、そう、私にそっくりな人って意外にいるんですよ。あ、髪吉ちゃんこんばんは。一周と50巻とプチプチを見せてありがとう。いたらしいよ、ジャリンコ、ジャリンコチエならまだいるよ。誰ジャリンコチエって。誰やねん。お、また前髪。デイビッドさんこんにちは。前髪ってすぐ伸びるけど、ちょっと短めに切ったからいい感じ。だなね、一人超美人さんと。スタッフさんの顔わかんないんだよな、バイトさんの顔見たことない、あんまりあっち側行かないからさ。
私のこの髪型ってなんて言うんだろうね。ボブ、スポンジボブズボン四角、スポンジボブズボンは四角、スポンジボブズボンは四角、ドド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 ってことかな。もうちょっと短くてもいいんだよね、賞味。目まだ真っ赤なんだよね。くだらねえとつぶやいて、冷めた面して歩く、いつの日か輝くだろう、溢れる熱い涙、いつまでも続くのか。俺もまた輝くだろう、今宵の月のように。よし、髪の毛終わった。あ、けどここがさ、いつもうねっちゃうんだよね。ここがくせっ毛なんだよね、謎に。なちゃんさん、こんばんは。ありがとうございます。今日はその PR のなんかね、ショール YouTube じゃない、もう全部間違えてる。ショールームも YouTube も違うのに、インスタグラムのさ DM にさ、今日ね、今日ね施術してもらったところのそう PR っていうか案件で行ったんだけどさ、今日その施術に、前の施術は手でやる施術だったんだけど、今回は機械でやる施術で、そのセルライトを流すみたいなやつをやってもらったんだけど、手のやつはもうすっごい痛くて、俺みんなに見せたけどすっごいあざできたけど、今回の機械のやつはなんか痛気持ちいいぐらい、まあちょっと痛いな、痛6の気持ちいい4ぐらいの感じのやつだったんだけどさ、でもまあ1回目でもうおし、なんか結構変わり、夢変わる感じが見えたから、すごいいいなって思いました。ので皆さんもぜひおすすめです。痛くない方を選ぶんだったら機械の方がいいかもしれないですね。まあ痛い方がもしかしたらなんか効くのかなみたいな。わからないですけど、自枠どうしようかな。明日ね、そうあれがあるんですよ、ゾーンとリリーフセキュリティさんの。いや私結構体脂肪あるらしくて、隠れ体脂肪があるからセルライトめっちゃあるんだよ。途中から案件になったパターン、うん違う、もともとインスタグラムのストーリーで紹介するっていう体で受けさせていただいたやつだから、もともと案件なんだけど、でもなんか最初お腹周りって言ってたんだけど、お腹周りより太ももが私ちょっと気になるんでって言って、私太ももめっちゃ太いんですよ、本当にお相撲さんみたいな感じで、それが気になるから太ももの方が気になりますって言ったんだけど、言ったらじゃあそちらでやりましょうみたいな、やっていきましょうみたいな。
と友達いるけど、まあ何枠、3枠ぐらいはできそうだよね。18時と10時と18時と23時、23時遅いか、寝る時間だよ。22時にしとこうかな。寝る時間だよ。22時の配信にしたいと思います。明日は10時18時22時っていうね、ちょっと特殊な時間帯になりますが、この配信でいきたいと思います。さらに美人さんになるね。ありがとう。さらに美人さんになるかも。まあ通い続ければねいいんだけど、通う時間があるかないか。私今回だってホワイトニングも行けてないからな。今月一回、来月行こうかな。今月車検もあるからね、なんか意味わかんなく、意味わかんない。今月車検や。あ、DK ちゃん、おさっさこんにお伝き様、こんばんは。魚屋さちゃんもお伝き様です、こんばん。いつ車検だっけの。今日朝ね電話来て、この日でって言ったんですけど、もう忘れた。朝言ったのにもう忘れた。いつ車検か。台車出してくれるって言ってたから。仕事には批評な。かわいい。嘘、ありがとう。お風呂上がりだけどかわいいですか。ありがとう。イエー、嬉しい。お風呂上がりだからもうほぼほぼすっぴんなんですけども、かわいいってさ、かわいいってさ。ありがとう DK ちゃんからお花。 Thank you。 今週日曜日行けないかな。日曜日はな、日曜日30と、かわちい、かわちいギフト、ちゅうかわいくてごめんってかわいいギフト、ありがとう。ガールズグラフのさ、ガールズグラフあった、七色グラフの、ガールズグラフの七色、ぬこぴーこんばんは。ぬこぴーから音符ギフトありがとう。ぬこぴーファンデベラップありがとう。みみそくちゃんフルフルフルルコイチュルコイチュとデイリーポンポンありがとう。レベアリー、こちらこそレベアリーありがとう。ぬこぴーレインボースターキラボシ、貴重なレインボーありがとう。25日、25日
25日。レインボースターありがとう。25日にホワイトニング1回行こうかな。25日と30日行こうかな。ね、もったいないから。あ、黒猫ミートさん、エキエリア推し、こんばんは。みんなこんばんは。ありがとうございます。この枠45分までの配信にしようかなと思います。残りのね、このテーブルのあれをくっつけたいなと思って。なんかテーブルの位置ってどこをすればいいかわかんないよね。テーブル、ブルブル、あとテーブル直すだけ。承知承知。勝手に承知の好き。いいなあ。私全然テーマパークとか最近行ってないな。てか行く人じゃないじゃん。テーマパークとかに興味ないからね。最後に行ったのだからサンリオピューロランドじゃないから。いいな。私もあの乗り物乗れないけど、乗り物には乗れないけど、富士急ハイランド行ってみたいな。どんな感じか。マジで絶叫嫌いやからな、本当に。私多分あの絶叫乗ったらさ、あのさ、すごい白目向く人いるじゃん、気絶する人いるじゃん。多分私その部類ぐらい嫌いだと思う。多分私気絶、途中から気絶すると思うよ。ブーってあの白目向く人いるじゃん映像で。多分私それタイプだと思う。もう多分怖すぎて失神するタイプだと思う。失神マジ嫌いだから。サントピアも無理。なりそうだよね普通に。サントピアは失神しなかったけど乗りたくないもん。もう文字怖かったよあれ。サントピア私でさ、絶叫という絶叫マジで乗れないからな。全部本当に無理。無理やな。マジ私を絶叫に乗らせる人は私が永遠に恨むし、永遠に呪いかけるよ。絶叫に乗らせる人に関してはもう永遠に恨む。本当に本当に嫌だからね。だって
絶叫だけは本当に嫌い。本当に大っ嫌い。本当に飛行機とかも嫌いなのにさ、絶叫なんてマジで本当に、なんでそんなに絶叫乗りたい人がいるさ、好んで乗る人の気持ちが知れないからね。好んで乗る人の気持ちは知れないけど、勝手に乗ってくださいって感じ。私を巻き込まないでみたいな。あてちゃんお花かわちありがとう。おつたき様です、こんにちは。ハンサムさん、ハンサムさん、こんにちは。おつたき様です、はじめまして。私が私のことを愛して、何が悪いの、シートでしょうか。痛いだとか変わってるとか届きませんね、そのリプライ。大好きなお洋服、大好きなお化粧で、ね、高いところは別に速いのが嫌いなんだと思う。私スピード感あるのが嫌いなんだと思う。高いところは別に多分そんなに怖いと思わない。高所恐怖症ではない。スピード感があるのが嫌なの。シュッて、シュッ、あのフワッてなるのが嫌なの。あの胃がフワッてなるの。あの内臓が浮くみたいな、内臓がフワッてなるあの感じが嫌いなの私。本当に大嫌い、あれ。内臓ふわマジ嫌いです。アパの水ってさ、アパの水モンドセレクション取ってるよ。風呂アパでもらってきた水、アパ川柳トリプルワン。アパはホテルの三冠王、課長よりアパでは上のステータス。また来たい、アパの進化にまた来たい。チェックイン、あとは一人のパラダイス。ジラフちゃんだって。アパ川柳。高いところは本当に大丈夫。私多分ね、まあ、好んで高いとこ行かないけど、別に高いな、高いとこから下見ても別になんかひよったりしないから、ふってなんないから、あの胃がふってなる、ふーんってなった時に、ふーんってなったらふーってなるじゃん。あの気持ち悪いじゃん。あれが嫌いなだけなんだと思う多分。あれがなければいいなって思う。本当に気持ち悪い。あの G、 その G ってやつ、ゴキブリじゃないよ。リニアモーターカー絶対無理よ。早いじゃん。 2.5 周ありがとうプーさん。 2.5 周ほぼフルフルこっち。 Thank you プーさん、ありがとね。明日足りないものメモったくて。
ケー。ありがとう。なんであんなにみんな楽しめるんだろう。ニコニコニコに。だってさ、死ぬかもしんないよね、正直言ったら。ジェットコースター死ぬかもしんないじゃん。落っこちたらどうすんの。スポーンってこうクルーンってなった時にスポーンって抜けたら落っこちてさ、死んじゃうかもしんないんだよ。キョシーさんこんばんは。ヒロさんこんばんは。ぐじゃかんたありがとうございます。その恐怖も、それもまあまた恐怖みたいな、死があるかもしんないのによく乗るよね、もっとみんな。ポンって抜けたらどうすんの。死んじゃうよ。怖いですマジで。ほんと苦手やな。ネコピファネベラありがとう。だから私は絶対に絶叫乗れません。新幹線は大丈夫だよ、さすがに。さすがになんか知らないけど新幹線は大丈夫。ぐるぐる回ったりするわけじゃないし。でもあれも嫌いかも、馬のやつ。メリーゴーランド、メリーゴーランドもうなんかそこまで好きじゃない。絶叫系は好んで乗るものじゃない。え、でも好んでめちゃめちゃ絶叫系乗る人いるじゃないですか。え、絶叫乗りたいんだけどとか、え、めっちゃ楽しみ、今日絶叫しか勝たんみたいな、え、今日絶叫乗るために来たしみたいな、え、もう絶対全部乗ろうみたいな、マジ全部乗ろうねみたいな感じで、無理、全部乗れないのに全部乗るって言われたら全部乗れないっていう。勝手に乗っとけ。好んでる、ド M やん。好んでたらコムタンちゃんこんばんは、フォローありがとうございます。こんばんは。勝手に乗っとけって思う、乗っとけ勝手にって思っちゃう。無理、絶対無理、もう吐き気がするもん。考えるだけで今吐き気がしてきた、本当に。今私考えるだけで気持ち悪くなってきた、絶叫に乗らなきゃいけないって。でも吐き気がしてきた、う、気持ち悪い。下がり眉になる、マジ気持ち悪すぎて。考えただけで絶叫とか無理やな、無理、本当に無理。怖すぎる、身震いするもん。私も本当にユニバーサル・スタジオ・ジャパンで絶叫を最初に乗ったから、もうその後から大丈夫。山田涼介くんは絶叫大嫌いだから絶対誘ってこないんです。山田は
絶叫もホラーも大嫌いなんです。凌介はそんな誘わないんです。大丈夫凌介はそう、絶叫とお化けとナスと納豆が嫌いなの。だから誘ってこない。うん、大嫌いなんだよ私と一緒で絶叫が。だから山田は絶対に乗らない、のすきは絶対乗らないの。大丈夫。お、45分になったので今日はこの枠配信終わろうかなと思います。りょうすけとはね、なんかね、すごい意思疎通できるんですよね。りょうすけの嫌いなもの、でもホラー嫌いなのはちょっとネックだけど、私ホラー好きやから、もう私が守ればいいし、うん、私が守ればいいし、トマト嫌いなんですけど、山田はトマト嫌いだったっけな、覚えてないけど、でもイチゴが好きなんでね、イチゴ与えときゃ大丈夫なんですよ、凌介は。ということで皆さん、今日本日5枠たくさんの、何が大丈夫かな本当それな、何が大丈夫なの本当何が大丈夫なんだよ、何言ってんねんな、何を言ってんの本当に。でも大丈夫なんです、うん、なんか大丈夫なんですではこの枠プラスで、本日5枠たくさんありがとうございました。配信明日の配信3枠になります。明日は10時、朝10時と夕方の18時と、あ、そう、トマトも苦手だね、そうだ、え、一緒じゃん、え、一緒じゃん、納豆苦手なの、ちょっと私納豆別に苦手じゃないんで、納豆好きな部類に入るけど。一日お疲れ様、みんなもお疲れ様、5枠たくさんのありがとうございました。明日の配信は10時、18時、22時、22時だよね、の3枠になりますのでよろしくお願いいたします。では男女発表していきます。で13位から、カピューちゃんありがとうございます。12位ラッキョのちゃんありがとうございます。11位てっちゃんありがとうございます。10位、プーさんありがとうございます。9位ヌコピーありがとうございます。8位トンピマンちゃんありがとうございます。7位メンピンソクちゃんありがとうございます。6位モコンちゃんありがとうございます。5位スノスノさんありがとうございます。4位つかとしありがとうございます。3位タクちゃんありがとうございます。2位ジュンボーさんありがとうございます。そして1位がどこ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 ちゃーん、箱推しありがとうございます。壇上の皆さん、アリーナ席の皆さん、スプロメンスクラスの皆さんありがとうございました。でまた明日10時にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。ありがとう、 Thank you、 また明日お疲れ。プルルちゃんも最後までお星様ありがとう。お外からもお星様ありがとうございます。また明日おやすみなさい、ありがとうございます。おお、最後の最後にお星様がたくさんありがとう。お星様様ったらお休みしたいと思いますので、皆さん先お休みしてください。ありがとう。大丈夫かな、
ありがとう。お外からお星様ポイントご協力ありがとうございます。では終わりたいと思います。おつたき様でした。おやすみなさい。ゆっくり休んでください。おやすみ。あ、いっぱいありがとう。